週3回はラーメンを食べます。どうも、北沢です。今回はマイルチャンピオンシップの最終予想ということでやっていきます。例の視聴者参加型予想対決もいよいよ3週目、佳境に入ってきてますので、最後までじっくりご覧ください。競馬ナビゲーター。では今日の内容を目次ということで、こんな感じでやっていきます。で、まず最終予想のポイントですね。コース特徴として、今年は阪神芝1600で行われるということで、ちょっといつもと違いますね。で、桜花賞とか、阪神、ジュベナイル、朝日杯など行われてますが、3コーナーまでの距離、バックストレッチ、そして外前の直線を意識してか、全体としてはゆっくり前半流れて、末脚比べになりがちですね。ただ、桜花賞とか見てもらっても分かるんですけど、割と前半から飛ばしますね。上級条件になると、スタート直後、ちょっと緩やかな下りになってるのもあって、ある程度流れでそんなに別にスローばっかりじゃないですね。なので、上のクラスに行けば行くほどそこそこ流れてしまったんです。したがって、速い流れに対応しつつ、直線でも末脚を使える総合力も必要だと思います。で、現在の馬場状態で、これまだまだ芝状態良好ですね。先週見ても決着時計早めでしたので、いいと思います。先週日曜芝レース7レース中5レースが4コーナー4番手以内、ラッキーライラックみたいにまくっていったりとか、最初のコーナーでは後ろっていうのもいたんですけど、最終的には4コーナーの位置取りとしては前めにいないと厳しかったのかなと思います。で、そこから大きく傾向は変わらないでしょうし、雨なども想定されていないので、やっぱり4コーナー10番手以下はちょっと厳しいかなと。10番手以内に中段ぐらいから最速上がりを使ってきてほしいなと思います。で、血統面から見る適性、この舞台ですね、桜花賞も含めてやっぱりディープインパクト、ダイヤメジャー、ステイゴールドが強いです。ダイヤメジャーに関してはどちらかというと、キレより持続力なんですが、速いペースになった時、前目から押し切るとか、そういった持続力が生かされる展開も、結構この舞台あるので、その辺りで、レシステンシアなんかもね、そうですけども、そういうタイプが活躍したりとか多いです。プラスアルファで母の父が欧州型ノーザンダンサー系というのも好相性ですね。ある程度のキレ、底力というので、SSK との、バランスのいい配合で活躍している馬も多いです。展開予想難しいですね。でもレシステンシアが1個とは間違いないと思います。出遅れがなければ、いい枠ですので、ちょっとね、期待はしたいですね。好位中段は非常に難しいところですけど、有力馬がちょっと極端な枠にというか、サビオスとかも含めてどんな展開なのかなと、面白い枠にはなりましたね。で、こんな感じで想定してますけどね。グランアレグリアの枠とか、さばきどうなのかなとかっていうのも気になりつつ、展開予想ですが、レシステンシアがやっぱりスローからの瞬発戦になると良くないっていうのは暗示も分かってると思うので、チューリップ賞とかね、やっぱりガツガツいって後続にも足を使わせて瞬発戦にならないようなレースっていうのはレシステンシア向いてると思うので、そのあたりである程度はペース流れると思います。で、まとめとしては、レシステンシアの作り出すペースに対応しつつ、そこそこのラップにもついていけて、直線でも上がりを使える。血統的には父 SSK で、母の父ノーザンダンサー系がいいでしょう。4枠10番手以内がいいかなと思います。今の馬場を踏まえて直線、このコースは鋭い背足持ってれば、中から外枠全然不利にならないので、その辺りでいかにロスなくですね、スムーズにさばけるかっていうのも課題だと思います。パート2、人気馬診断ですね。まずグランアレグリア想定1番人気、ここに背ける限り、さすがにマイル前なら逆らえないかなと思える強さですね。もう新絶対王者というか。で、桜花賞勝ちなど、この舞台も実績があって問題ないです。唯一の懸念は、久々に中6周という狭い間隔、普通に考えたら狭くないんですけど、この馬にとっては比較的間隔詰まってるかなと思います。で、NHK マイルカップね、膠着の事件の時とかも比較的桜花賞から狭いスパンでしたし、その辺りでね、多少のローテに少しは不安あります。ただ絶対能力で馬券圏内は来てくれるんじゃないかなと信じています。想定2番人気サリオス、
休み明け、そして初のコバーであった毎日王冠が圧巻の走りでしたね。やっぱり絶対能力が高いと思います。朝日杯の走りからも1600から1008がベストじゃないかなと、それはずっと思ってきたので、やっぱり皐月賞ダービーは能力で走ってくれたんじゃないかなと考えてます。問題は皐月賞の鞍上、そして、マイル能力高いとはいえ久々に走るので、そのあたりペースに戸惑わないかというのもポイントになると思います。評価としては不安はありますが、潜在能力から突き抜けてもおかしくないと感じてます。そして想定3番人気インディジャンプ、安田記念は直線でややスムーズさを欠いたことも影響したかなと思ってます。マイル戦なら力量上位ですし、阪神競馬場もね、非常に過去強い競馬をしてますので、そのあたりで相性としては悪くないでしょう。休み明け直行がどう影響するか、本来スプリンターズステークス、使う予定でしたが、人とんざあって直行という形で、いつも小判になってから割と人叩きしてから本番がらり一変のタイプなので、どうかなと思うんですけど、ただそもそも休み明け走らないのか、過去はあくまで本番を見据えて緩い仕上げをしたから走ってこなかったのかっていうのはね、ちょっとその部分はやっぱりはっきりしないので、今回ここを目標に本気で仕上げているんであれば、そのこの舞台であれば構想してもおかしくはないかなと思ってます。ではパート3、狙いたい馬。今回ちょっとね、申し訳ないですけど、あんまり穴馬じゃないですね。4、5、6番人気ぐらいでというところで、まずレシステンシア、桜花賞の疲れが残る中で前走の2着は立派でしたね。やっぱりね、あの極悪馬場でハイペース作って粘った疲れというのは絶対あったと思います。その中でなんやかんや疑われてたあの競馬、やっぱりね、強いと思いますね。さっき展開のところでも言いましたけど、阪神ジベナルフィースのラップ推移、上がり35秒台での、決着の勝利というのもあって、やっぱりね、道中かなり厳しいラップでした。で、他の馬には足を使わせて瞬発戦にならない33秒台とかの上がり勝負にしない、そういうペースを作ってこそのタイプだと思います。なので、休み明けとか骨折とかね、いい枠だけど逆に出遅れたら怖い枠とも言えるんですが、その諸々の休み明けの影響さえなければ、ある程度のペースで作って、十分粘り込める、その能力はあると思います。そして狙いたい馬2頭目、ラウダシオン。休み明け、そして16キロの前走2着は上々の競馬だったと思います。また結果的に、前2頭が飛ばして、離れた3番手ではあったんですが、やっぱり結果的に差し優位の流れと位置取りを見てもそういう競馬でした。その中で3番手から前目から一旦は先頭、勝つんじゃないかという競馬っぷりは上々でしたね。でそこそこのキレ、そして持続力、過去のレース見てもある程度のキレも持ちつつ、前走みたいに、もしくはファルコンステークスみたいに厳しい流れだったり馬場だったりを前目から粘るってこともできるので、そこから考えると割とバランスのある馬なのかなと思ってます。でここもいい位置、いい枠ですね。そこそこの位置からロスなく運んで直線もスムーズにさばけるんじゃないかなと思うので、5、6番人気でしょうけど期待したいと思います。そして狙いたい馬3投目、アトマイヤマーズ。スワンステークスは、勝地がね、まさかのという感じで、専用にしては本当に緩い流れからの瞬発戦上がりでね、競馬だとアトマイヤマーズはあんまり適正としてはない流れでした。で安田記念も、安田記念はそこそこ流れましたけど、やっぱり東京競馬場での切れ比べというのは本来向いてないと思うので、厳しかったですね。でも前々からしぶとい、レースできてましたし、悪くはなかったんじゃないかなと思います。人叩きして休み明けを叩いて、ここも狙ってきてるかありますし、レシステンシアが作るよどみない流れで持続力が生きる展開、こういったレースであれば十分馬券圏内はあると思います。ということで予想は以上ですが、お待たせしました、視聴者参加型競馬予想対決2020オータムスーパーシリーズということです。もういいですかねずっとやってきてるんで、もうこの辺りは初めて見る方は一時停止して見てください。で簡単に言うと3連単で24点以内で予想していただくという話ですね。24点以内なので、別に10点でも20点でもいいですね。で、
点勝負で2400円ですとかっていう設定でもいいので、であと残るはマイルチャンピオンシップとジャパンカップだけで、勝敗は払い戻し金額の合計額によって決まりますが、なんとねまだ誰も的中してないんですよ。今日初めて見る方びっくりしないでください。2週終えて誰も当たってないので、なんと途中参加からでも OK ですし、まさかの3週目から参入して優勝という可能性もありますので、あのね期待してください。でまずはということで、まあ、Twitter フォローしてとかうんぬん、まあ、この辺は後で、気になる方は見ておいてください。で記入は馬番で、馬番だけね、それだけお願いします。ということで、まとめですね。まあ、本命はもうグランアレグリアで仕方ないでしょうという感じです。まあ、ただ、明日のウィン5予想って言うんですけど、どうもね、やっぱ頭というより2、3着のなんか感じもしますね。もろもろ、まあいろいろ、まあこれは明日にしますか、ゆっくりは話すのは。ということで、一応3頭が単勝を切るかなと思いますね。サリオスとグランアレグリア、インディーチャンプ。で、どちらにしても大波乱はないかなとは思ってます。まあ買うなら、実は穴馬もう1頭、2頭考えてますけど、でもさすがに厳しいかなということで、たまにはメリハリつけて、いつも穴ばっかりじゃなくて、今回は固めですけど、そんな感じでいこうかなと思ってます。さすがにね、サリオスも、あ、これ、ひも候補、サリオス入ってないですけど、まあ、サリオス買いますけどね。あ、今回の、狙えた穴まで言った3頭さ、ここに書いてるだけなので、まあ、実際問題は買いますけど、そのあたりでですね、どうなのかな。まあ、単なるサリオスのような気もしますけどね。まあ、でも難しいけど、そのあたりも踏まえて、もう少しゆっくり考えたいと思います。また、1着というかね、単勝に関しては、明日土曜日のウィン5動画で、よろしくお願いします。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。